このライトとかね、LED なんですよ。なんとね、これね、シートヒーター2段階、シートベンチレーションも2段階が、運転席と助手席、どっちもついていて、だからそこまでリアシート広くないだろうなと思ったら、フロントに176センチの小沢が座った状態で、リアに座るとね、異常に広い。皆さんこんにちは、コージー TV。今回は、ひょっとしてトヨタのライズ、あるいはスズキのクロスビーに乗っているよりもいいかもしれないというね、まあ、ちょっとね、いわくつきの、韓国ヒョンデの新しい EV キャスパーならぬインスタをお届けします。というのもね、この車ですね、実は韓国では軽自動車規格で売られているキャスパー、これまあお化けって意味なんで、まあ、日本ではインスタっていう名前になるんですけども、韓国でガソリン版は全長 3.6 メートルで、全幅 1.6 メートルの韓国の軽自動車サイズの車なんですね。でエンジンは1リッターなんですけども、これですね、グローバルに EV として作り直して、全長が23センチ、ホイールベースで13センチ伸びて、で全幅も15ミリ伸びてるだけなんで 1.6 メートル強なんですよね。つまり完全に5ナンバーサイズよりちっちゃい。今ね、5ナンバーサイズの SUV って実は日本だと本当になくて、さっき言ったトヨタのロッキーライズとスズキのクロスビー、まあ、あとはジムニーみたいな車ぐらいなんですけど、まあ、ジムニーを除くとね、本当にこのサイズが貴重で、これだけでも買ってもいいって部分があると思うんですけど、問題はね、韓国車なんですよ。まあ、ここら辺が苦手な人は辛いなっていうのと、あとね、完全に EV、 これ韓国ではガソリン車もあるんですけども、日本に輸入されるものはですね、完全に EV モデルになっておりまして、悩ましいところもあるんですけども、価格的には非常に魅力的になることが予想されていて、現在のね、ヒョンデのコナーはですね、だいたい400万円ぐらいで、そっからちっちゃくなって安くなることが予想されるので、350万円ぐらいじゃないかと勝手に小沢は予想しております。でこれに補助金入れると、おそらくね、300万切ると思うんですよ。280万円ぐらいだったらいいなと思ってまして、しかもね、これね、航続距離がすごくて、電池がね、最大のロングレンジが 9kWh 乗せるんで、日本の WLTC だとおそらくね、400キロぐらい走るんじゃないかと。それで300万以下の EV だとかなり競争力が高くて、言ってみればサクラの次にお買い得なコンパクト SUV EV になるかもしれないという、まあ、このブランドが若干気になる人もいるとは思うんですけども、実力的には非常に高くて、日本で乗る SUV の EV としては実はベストサイズじゃないかっていうわけで、質とあと走りをこれからチェックしてみたいと思います。でまあ、見た目で言うとですね、正直今まで日本に入ってたヒョンデのアイオニック5とかコナほどのですね、まあ、グローバルな、まあ、品質の高いものというよりも結構カジュアルな車ではあります。ただしライト類で言うと EV 化することによって、これウインカーですね、ウインカー、これ完全 LED だし、これも丸型のデイタイムランニングライトで、これ完全 LED で、これがヘッドライト。さらにバックで言うとですね、これでまた完全にフル LED 化されて、これが LED のストップランプ、これも LED のハイマウントストップランプで、ウインカーがここに来て、これがおそらくですね、夜にライトと連動して光ると思うんですけども、でこれがバックギアと、要するにデザインはかなりカジュアルで、ただし EV 版になってかなりアップデート化されていると。でサイズ的に非常にちょうどいいんですけど、内装も注目で、まあやっぱりね、コナほどの品質の高さはないんですよ。そんなに高い素材は使ってない。だから全面ハードパッド。しかしどうですか、デザイン的にですね、これヨーロッパで開発されたらしくて、質感とか結構おしゃれで、ここはね、どうやらね、いろいろパーツを付け替えられるらしい。これオプションでですね、まあ、カップホルダーがここについたら個人的にはいいと思うんですけども、今の状態でもこのちょっとラメが入ったような素材になっていて、ここもですね、アイオニックシリーズで見たようなカジュアルなちょっと布っぽい生地で、こちらは全面合皮ではあるんですよ。でそこまで体にぴったりくるような高級車のシートではないんですけど、座り心地はなかなかいい。デジタル性能もこれ、まあ、上級グレードなんで、まあ、日本にもこのまま入ってくると思うんですけども、だいたいオペレーションシステムはですね、アイオニック5とかコナと同等のものがついていて、これ 10.25 インチのセンターディスプレイに 10.25 インチのデジタルメーターがついて、でこれ
こうやってイグニッション入れてエアコン入れると、まあエアコンがバッと効くのはもちろんなんですけれども、このシフトとかはコナとかアイオニック5と同じ、このレバーでレバーをつまんで回すものになっています。そういう意味ではかなり上級者志向の装備がついているのと、あとこれエアコンがねフルオートエアコンで左右独立にはなってないんですけど、なんとねこれねシートヒーター2段階シートベンチレーションも2段階が運転席と助手席どっちもついていて、装備面ではかなり充実している。サンルーフもつくと。で細かいことを言うとですね、これ SOS コールとかがあって、当然のことながら、まあ、ネット通信が、まあ、常時接続なんですけど、このライトとかね LED なんですよ。でちなみにカップホルダーとかはここに2つついて、ワンポケットないんでやっぱねカップホルダーはね実は付け加えたくなります。あとここは韓国仕様ではオプションなんですけども、非接触充電のキーがここにつくと、でついここにキーを置きたくなります。でイグニッションはこのようなスイッチでね、もう一つねこの車で結構驚きなのがパッケージングの良さで、これガソリン版に比べてね全長が25センチ伸びていて、ただしそれでも4メートル超えてないじゃないですか。だからそこまでリアシート広くないだろうなと思ったら、フロントに176センチの小沢が座った状態でリアに座るとね異常に広い。でちょっとねシートの座面は浮き気味ではあって、そこまでシートのサイズがでかいわけじゃないんですけど、スペースはねめちゃめちゃ広いんですよ。もう拳がね2つとちょっとぐらい入って、で頭上もそこまで余裕ではないけれども拳を横にして入って、これねスイフトと同じサイズとは思えないぐらいのスペースユーティリティがある。でリアもちょっとした装飾パネルがついていて、これもねこれオプションでいろいろ付け加えられて、でリアに関して言うとねここもね、まあ、日本仕様はおそらくテーブルがつくと思うんですけども、カップホルダーとほとんどなくて、ここのドアポケットもこれねペットボトルも入んないんで、そういう意味ではねここにカップホルダーをつけたいかな。スペースユーティリティはいいんだけど、ちょっとした細かい使い勝手はオプションで性能をアップさせたいみたいなところがある。でここも合皮シートで、そこまで高級なソフトな座り心地ではないんですけども、ちゃんと座れる。そういう意味では、まあ、価格的にリーズナブルで、もちろん高級車前とした作りではないんですけども、十分なしっかり感が備わっています。それからラゲッジも想像より広くて、まあ、ここにパワーテルゲートとかはやっぱりこのクロスだけにつかないんですけど、この一番ですねシートを下げた状態で238リットルで、そこまで広くないところが200もあるのかなっていう感じはあります。ただこれあここが広いんだ、ここの下が広いので、この状態で230リッターレベルある。ただこの車がすごいのはね、これリアシートのスライド量がかなりあって、まあその分ね、欠点もあるんですよ。このようにリアシート一番下げると、このね、かかとをもうちょっと下げたいときにここぶつかる。ただし、このね、リアシートスライド量がかなりあって、一番前にしても拳がなんとか入るだけでなく、その分、ラゲッジがかなり広がって、これが伸縮性になってこれがポロポロ外れてしまったり、そういったちょっとカジュアルな出来ではあるんですけど、両方分割でリアシートがスライドできて、両方とも前にすると、そうリアシートを前にすると、これはおそらく立てた時の蓋なんですけど、これを外すとなんとこれは結構広いな。なんかね自分でかなり工夫してスペースを作れるというある種のフレキシブル性が高くて、この状態で351リッター、全長 3.8 メートル台としてはかなり広くて、だからねこれ倒すと結構、あこれ倒した時にこれをやっぱりあこうやると、まあ座面これフォールダウンするのかな、しないな。座面がねまあこの分高さの差は出るんだけれども、かなり広い1000リッター以上の容量になるという、このようにシートを一番前にして、このようにラゲッジボードをつけてこれを使うと、ここでフラットで広い収納スペースが広がると、このあたりのフレキシブル性はなかなかです。でインスタインプレッションなんですけども、正直小沢浩二的にはね舐めてました。というのもね、もともとがついね韓国のガソリン車の
まあ、軽自動車規格の、まあ、その延長みたいなね、そういうイメージがあったので、ボディとかやっぱりやばいのかなと。しかもプラットフォームとかがですね、このヒョンデの上のクラスのアイオニック5とかはですね、 e プラットフォーム 3.0 とか、まあ、電気自動車に特化したプラットフォームを使ってるんですけど、これも韓国で国内用に、まあ、作られていた車のある種の補強版なんで、それほどじゃないと思っていたんですけど、まずね、驚きが、もうボディ剛性しっかりしてます。でそれだけでなく、ステアリングフィールもねしっかりしていて、これはもうこのステアリング周りの剛性もちゃんとしてるんであろうと思われますし、でこれ、構造を見るとですね、プラットフォームやっぱりね結構補強が入っていたりとか、インシュレーターが、まあ、フロアある一部分ずっと入っていたりして、まあ、車音もしっかりしてると。でパワースペック的にはまあそんなにすごくなくてですね、 FF のシングルモーターで115馬力に147ニュートンで、まあ、正直大したことはないんですよ。だからもちろんね、あのテスラみたいな首が痛くなるような加速はないんですけれども、それでも十分に、まあ、高速道路まで引っ張れますし、もう軽自動車の延長なんて言ったらね、本当小沢浩二恥ずかしいなみたいにちょっと思っています。でこれドライブモードが4つあって、でエコとノーマルとスポーツとスモーがあって、まずエコから試してみるんですけど、やっぱりね発進からちょっと、まあ、物足りない感じはあります。この日産の e パワーのあのパッと踏んでクッと出るようなあの感じとかもやっぱり薄くて、まあ、エコはやっぱりエコだなと。ただこうやって踏んでいくとですね、普通に、まあ、時速80キロとか100キロぐらいに行く加速力は当然持ってるし、でノーマルだとね本当に十分です。で十分に普通に、普通のガソリン車、このクラスのガソリン車、これねベースのあのキャスパーのガソリン版は1リッターの直産なんで、正直こんな加速はしないはずなんですけども、やっぱり EV になって非常に加速がいいのと、でさらにスポーツにするとやっぱりね、パッと踏んだ時にクッとこう首が後ろに行くような加速が微妙にあって、あもちろんすっごい、まあ、首が痛くなるようなところはないんですけども、十分な走りが得られると。であとねデジタル面でも、ね、10.25 インチのダブルモニターもそうなんですけど、このねインターフェースがもう上のクラスと変わらないレベルで、これ敏感に連動して、このようにこうすると右後ろ、こうすると左後ろが見れるようになっていて、そういったソフト面で言っても十分にですね上のクラスと戦えるものになってますし、やっぱりこれは僕が思ってた以上にちゃんとしてます。でもちろんあの外観から言うとね、まあ、こちらで見ると安いバージョンとか見るともっと大衆的な車なんだなと思いますけど、ただデザイン的には意外とポップで、まあ、日本でいうと、まあ、ハスラーをちょっとでかくしたような感じとか、かつて日産にあったキューブみたいな可愛らしい感じがあって、それに LED の丸めとかね組み合わされていてポップなデザインになってるし、内装もそこまで質感は高くはないんですけど、これ実は欧州で開発された部分もあるので、このね素材感の作り分けとかデザインとかは悪くないので、まあ、これで日本に入ってくる価格はまだ未定です。来年の上半期には入ってくるんじゃないかっていうふうに言われてますけども、当然のことながらこの上のクラスのコナの、やっぱ下のクラスに来るわけで、コナが400万円台で、まあ、補助金使うと大体300万円前半とかぐらいで買えるを考えるとですね、どう考えても350万ぐらいかなと思えるわけです。でそれに補助金100万円ぐらい安く買えることを考えると、予想すると大体200万円台後半なんで、そう考えると200万円台で買える EV としてはやっぱりこれはねコスパとか走りの力は十分だと言わざるを得ないと思います。あとねサイズ 3.8 メートルの割にリアシートが広いっていうのも結構驚きでした。もちろんねあのプレミアムブランドみたいななんかシートの深く化した感じとかはないんですけど、カジュアルな、まあ、ちょっとおしゃれに使えるシティ中心の EV としてははっきり言って結構買いです。まあ唯一気になるのはやっぱりねヒョンデブランドね、まあ、ちょっと買うのにちょっと抵抗があったりするとは思うんですけども、その辺フラットに見えれる人は
ぜひ皆さん自分で確かめて、まあ何よりもまあ日本に出た時いくらで出るかちょっとわからないところはあるとは思うんですけど、装備フルフルでね、このダブルモニターとか、あとね先進安全も基本的には全部ついてるんですよ。 ACC とかレーンキープとか、あとドライブモードの切り替えもついてるんで、これはね、まあ安いリーズナブルな EV が欲しいという人はこのインスタ一つ考えてみたらどうかと思っております。